どうも、オニメンタルくにぼうです。ということで、火曜日の朝からですね、僕たちの失敗という何なんかなっていうタイトルなんですけども、そんな深い意味は全然ございません。まあ、毎日配信してる中で、何をお話ししようかなといったところでございます。で、僕たちのとしてますけども、あくまで僕の、私自身の、まあ、失敗というか、まあ、そういうお話をちょろっとさせていただければなということで、まあ、僕たちの失敗という昔歌があったなという語呂で使ってるだけなので、あくまで、私のお話でございます。ということで、昨日ですね、大阪は難波の大型書店か行ってまいりました。ちょっと気になってた参考書、司法書士向けの、まあ、オートマシステムの民法だったり、公務員系、向けのースーパー過去問かっていう問題集民法を見たりですね、まあ、いろんなことに目を向けてまいりました。まあ、そんな話もちょろっとつながるかもしれないんですけども、そう、その僕の失敗、私の失敗って言ったところで、まあ宅建と行政書士の試験に秋ダブル受験しました。で、やってることをやってる時、瞬間瞬間を切り取ったら、それはまあ間違ってるとは思わず、まあがむしゃらに頑張って邁進してやっておりましたが、まあこと合格っていうことにフォーカスするならば、それはまあやり方とかは失敗だったかもしれません。でですね、まあまあ、例えば行政書士なんかはこの芦別過去問集っていうのにこうと共に歩んでまいりました。もうこの問題集のおかげでですね、まあ、非常に私のベースの力はかなりついたと思います。あの本試験とかでも、まあ、模試とかでも、まあ、戦えたかどうかはですけども、まあ、食らいつけたメインとしてはやっぱりこいつをやってたからっていう自負は今ではあります。で、そのやり方がですね、やっぱりちょっと間違っていたのかなっていうところです。私よく言うんですけども、記憶はしたけど、まあ、思考力がつかなかったかなと、そんなところで、言ったことでございます。まあ、この問題集十何集してるから答えも大体知ってるし、まあ、正誤判断プラス答えも言えるんですけども、その先ですね、がちょっと足らなかったかなといったところですね。まあ、例えば訴訟のところで、まあ、広告訴訟は、まあ、6つあるっていう問題とかあったとします。で、処分取り消しの訴え、採決の取り消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為違法の確認訴えで義務付け差し止め、まあ、この6つであると。で、これはまあ丸ですよね、丸っていうのが分かります。で、解説も書いてます。6つあります。で、4つプラスこの義務付けと差し止めが新たに平成16年の法改正で加わったんだよって解説に書いてます。まあ、それもまあまあまあ大体言えます。で、その先ですよ、その先、うん、で、その先次々問題いくんじゃなくて、この6つ、じゃあそれぞれ6つはどんな時に定義というか、まあ、順要条件とかあったかなっていう思いを巡らすとかで、一つ一つのこの訴訟事件に対して、まあ、主だった判例をパッて思い出せるとか、そういう、まあ、派生知識みたいなことができてなかったなと思います。だから応用力がなかったのかなと。多角的に問われたとしても、この芦別だけの記憶になっておったのかなという、まあ、そこが悔やまれるところですね。もっともっと広げた展開をしていかなければならなかったかなというところです。で、これですね、まあ、広がりがないんであれば他の問題集参考書をこう併用して使うなり、そういうことももしかして必要だったんじゃないかなと思っております。まあ、基本はもうこれ、これで、もう今後もこれをやっていきたいと思うんですけども。あとですね、そう、これをずっとやっていって、まあ、気づくこととかいろいろあるんですよ。まあ、何週、十何週回してて、まあ、ようやく気づくことってあると思うんです。それは、皆さん今まで、まあ、例えばこの問題集とか、まあ、別の問題集でもいいんですけども、こう続けるにつれて、あ、そういうことかっていう気づきがあると思うんですけども、その気づくのはいいんですけども、その気づきがですね、やっぱり私は遅いんですよね。遅い。こう、まだ理解しきれてないところは正直まだあります。まあ、じゃあもっと回さなきゃいけない
かって言ったら、それもその効率的にどうかなと、いやもっと回して努力して叱るべきなんですけども、私はやっぱりその自分の実力を見定まってるかなと。まあ結構いろんなね、YouTube だったり、Twitter だったり見て、皆さん本当に本当に本当に努力もしてるし本当にすごいですけども、それに混じってですね、私もその頑張ったらできるみたいな、その志はいいんですけども、ちょっとその周りの変なマジックにとらわれすぎてですね、私は本当にこの記憶力とかも、記憶は好きなんですけど、どっちかというと思考力、考える力とかすごい弱いんで、だいぶちょっと下の位置からの出発っていうところを見定まってましたね。なんで、合格はちょっと厳しいかなっていうところで、頭を打ったと。次チャレンジするにしてもまだ期間があるということで、今はいろんなことに目を向けてちょっと慎重に考えているといったところでしょうか。こんなが僕の失敗っていうところでございましょうか。ということで、今日も頑張って一日頑張ってまいりましょう。